背面飛びレバーを超える走り高飛びの選手背面飛びは陸上競技の総高飛びにおける跳躍法の一種である。アメリカのディック・フォスベリーが正面飛びの練習中にヒントを得て開発したものとされる。英語ではフォスベリーフロップという。彼はメキシコ式オリンピックに出場した走り高飛びの選手の中でただ一人背面飛びを使用し金メダルを獲得した。 助走の最終局面で曲線を描く形で走り込み、バーに対して体の側面を向けて飛び上がる。バーを越える瞬間は体は仰向けとなり状態は大きく反る。腰および電部がバー上を通過した後に体を前屈し足を上げる。背部や肩から安全マット上に着地する。当時主流になっていたベリーロールに代わるものとして、そ高飛び会に 大きな変化を与えた。現在では国際大会などでは唯一の跳躍法であり最も高く飛ぶことができるとされている。バーを越え着地前の様子必ず専用のマットを設置して行う。頭部からの落下事故による危険を避けるため着地面を高くした方が良い。着地に失敗すれば首に大きな損傷を負う危険性があるため 一般に初等教育で指導されることはない。しかしながら自分の胸程度の高さを正しい形で飛んだ場合、マットにつくのは腰や背中であり、ハサミ飛びなど他の飛び方と比べても特に危険性が高いわけではない。自己流で総高飛びを始めたホスベリーは高校に入り記録を伸ばすためにベリーロールを取り入れようとした。しかし彼にとってはベリーロールは 非常にやりにくい飛び方であった。記録界でベリーロールをうまく飛べなかったホスベリーは得意であるハサミ飛びに途中から切り替えて飛ぶことにした。バーの高さが上がってしまってから切り替えたのでハサミ飛びで越えるには腰を大きく上げなければならないと彼は意識した。その結果、跳躍中に体が地面と平行になるほど腰を上げてしまった。バーを越えることはできたが、 ホスベリーには初め自分の体がどうなったのか分からなかったほどであった。体が地面と平行になる感覚にインスピレーションを与えられた、ホスベリーはその後背中を地面に向ける飛び方に磨きをかけていった。しかし背面飛びは当時は誰もやっていなかったので皆の笑い者になり、ホスベリーの飛び方を調笑するためにわざわざ来る人がいるくらいであった。大学に入ると、 記録の伸び悩みから三段跳びに転向することを勧められたホスベリーは一年発起し2メートル10センチメートルの記録を叩き出した。その後、大学選手権優勝、オリンピック代表選考通過と順調に結果を出していった。そしてメキシコオリンピック参加選手中唯一の背面飛び採用選手ながら当時のオリンピック新記録で金メダルを獲得した。 背面跳びを始めたとき、彼は自分の飛び方が、そう高跳びの常識、ひいては世界を変えるなどとは思っておらず、ただ走り高跳びを続けたい一心で練習していたと答えている。ありがとうございます。